下村善太郎王像、下村善太郎から1893年6月4日は、明治時代の木戸貿易省、初代前橋市長、1827年、上野国軍馬群前橋本町駒物省、十江門の長男として生まれる、陽明定野城、17歳の時に家業を継いで前江門と称した。しかし賭博や米相場に手を出して、失敗。 1850年9月に武蔵区に八王子に転居した。その後は奮闘し、横浜開港で八王子がキート取引中継地となった影響も受けて、キート省として成功した。父の死去に伴い1863年に前橋に帰郷前橋では川越藩主の前橋基城に伴う前橋城西地区に多額の寄付金を納め、 1866年には、金と改め所取り締まりとなり、また、永年苗字盾脇を許された。明治維新後はその財力で、前橋の発展に貢献した。桃井小学校の前身、18号学校新築に多額の寄付を行い、1874年の前、橋本町大火災では、義援活動を行った。県庁誘致運動の先頭に立ち、 日本鉄道の前橋延長運動も起こした。また、第39国立銀行の経営危機を救い、臨行各建築には寄付を行うなどした。特に前橋への群馬県庁誘致活動においては、1876年の群馬県仮県庁移転に最し県庁舎整備のため1万円を寄付したのをはじめ、資材を投じて尽力した。 1892年市政施行に伴って、前橋初代大市長となる。病気のため1893年6月2日、辞任4日、死去、去年67。墓は、前橋市向運庁の留会院にある。業績を記念して1910年前橋公園に銅像が建てられたが、1943年に教室された。現存の銅像は、 1983年の赤城国体を機に市役所前に再建されたものである。ありがとうございます。